はい、皆様こんばんは、ソニーショップ佐藤内中村康幸です。本日は皆様こんばんは、こっちから声だ。本日は、新年明け早々のライブ配信お付き合いくださいまして、誠にありがとうございます。ですね、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、ちょっとばっかり言ってますけれども、よいしょ、皆様2023年明けましていかがお過ごしでしょうか。はい、お正月ってやっぱりあれですよね、超えますね、確実に体重がちょっと増える感じがします。またよろしければ、前川さんどうも明けましておめでとうございます。須田さんパチパチパチありがとうございます。いつもありがとうございます。実はこの年明け配信ですね、年明け配信っていうかな、どのぐらいの人が見てくださるか非常に緊張したんですけれども、今のところ7名の方が見られているということで、まあお店でやってると考えたらそこそこ人が来てるっていう感じで、非常に見ていただきまして誠に嬉しいです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、今日は何をするかって言いますとですね、年末年始のご挨拶、今ちょっと軽くしてしまったんですけれども、池江さんこんばんは、よろしくお願いいたします。年始のご挨拶、それから重大な企画発表で、あとはお得だぴょんキャンペーンっていうのをお店の方のイベントでやろうかと思っておりましてですね、たところですね、まあメインはこの重要な企画発表だったんですが、今日ですね、一部の方はもうご存知かと思うんですけれども、新型のウォークマンが発表されまして、急になんかこっちの方が話題性が大きい商品になってしまったというところで、企画発表が若干霞み気味なんですが、この4つのタイトルでいこうかなっていうふうに思っております。で、お正月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ブログとかで、ブログは書いたっけ、書いたかな、書かせていただいたんですけども、2022年最後に、買いました、まさかのハンディカムっていう感じもしますでしょうかね、どうでしょうかね。お店に来られてる方の一部には、ハンディカムちょっと今見直してるんですみたいなことをね、お話しさせていただいたんですけれども、ハンディカムを買いました。なぜハンディカムを買ったかっていうとですね、Vlog っていうのが最近流行ってるじゃないですか。例えば一眼カメラでも撮れるんですけれども、それ以上に Vlog に特化したカメラ、例えばこのスタジオ用のカメラ、カメラとして使ってるのが、ZV-1 っていうサイバーショットに似た感じの Vlog 用のカメラなんですけれども、あとはサイバーショットですね、 RX シリーズとか一眼カメラもそうですし、新しく出た ZV-1F とかでも撮れないこともないんですが、私の使う用途として考えた時にこのハンディカム非常に向いてるなっていうふうに思ったんです。で、RX100M6 っていうのを持っててですね、そちらでも Vlog カムとしての役割は十分に果たしてくれるんですけれども、例えば去年持ってきてないから説明しづらいんですけれども、こういう、ごめんなさい、こういうね、これカメラじゃないですけども、こういう形とするじゃないですか。で、ここにマイクが2つ、スエリオマイクついてるんですけど、この辺りにね、風防がつけれないとか、ちょっとオプション性に欠けるっていうところもあったりとか、あとは、デジタル一眼カメラであれば、なんていうかな、体操、そこまでの画質求めてないというのは Vlog なんですよ。で、主には佐藤寺チャンネルの方で何かどっか行ってきてましたよっていうのを、私の趣味の方のやつでですね、紹介させていただくときに、一眼カメラだったら編集がちょっと容量が大きくなりすぎたりとか、
もう正直あの 4K 求めてないんですよね、そういう時の用途って。フル HD で十分かなっていうところと、あとまあこれでしたら、まあ、あのまずあの、まあ、フル HD のこれハンディカムを買ったんですけれども、まあ、軽い、非常に軽いっていうのと、あとズーム倍率これ60倍効くんですよね。これあの何でしたっけ、光学では30倍なのかな、デジタルで60倍までのズームが効くので、まあ、ズーム機能もちょっと欲しかったのでこれを買うことにしました。非常にこれ 200g ぐらいなんで軽くて、レンズ1本持つよりかはこれ非常に 軽いんで、デジタル一眼カメラと併用して使うってことに一応しています。あとはもう気楽な旅行った時とかですね、この前ね、お正月1日に白浜にちょっと行ってきたんですけれども、あの白浜って言っても目的があの鉄道の入場券を買うだけ旅だったので、滞在時間45分ぐらいって、あの白浜イコールリゾート地って考え方なんですけども、40分程度のリゾートはしてきたんですが、あの行ってきた時にこれを持っていきました。であのまたその様子はあの編集してまたどっかでお見せしようかなと思ってるんですけれども、まあ、そういう時の用途で購入したっていう感じですね。はい、あのズームがねやっぱりね使いたいなと思う時多いんですよね。あそこ あの景色のあの山の上にとか紹介する時にズイーンって寄れたりするのはやっぱりこの、まあ、ハンディカムの便利さと、あとは何て言ってもあの昔からこの馴染みのあるデザイン、これやっぱ非常に使いやすくてですね、ちょっと軌道の遅さで気になるんですけれども、あのこうも取れますし、例えばこういう風にして、ここにあの録画ボタン、タッチパネルでついてるので、こういう風にこう取るとか、こういうのもできちゃうんですね、あのローポジションでね。非常に便利かなと思ってこれを購入いたしました。またおいおいあのブログの方でも、これ買った理由もう一回ちょっと今なんかごちゃごちゃって言ってしまったんで分かりづらかったと思うんですけれども、またご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで、これ新年始のご挨拶にならないかもしれないんですけれども、あのちょっとお話しさせていただきました。ではですね、メインテーマっぽくなっちゃうんですけれども、あの企画、重大な企画発表、どっちしようかな、重大な企画発表の方行こうかな。ここ映ってるかな、これだ。重大な企画発表の方から行きたいと思います。ちょっとお茶飲もう。はい、重大な企画発表です。ドキドキしてますかね。どうでしょうか。皆さん、あの9名ご視聴の皆様はどうでしょうか。あ、良ければあのいいねお願いいたします。何のこっちゃ。あ、高評価ありがとうございます。3もいただいてた。はい、では、重大な企画発表です。テケ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 テドン。はい、YouTube ライブ週刊里内を開始いたします。どうでしょう。あ、高評価増えてる、嬉しい、ありがとうございます。あの週刊里内っていうのを始めます。で、毎週、これも一応目標です。毎週結構大変だったので、これあの重大って言われてそんな重大っぽくないやんと思うんですけれども、めちゃくちゃ重要というか、その言うからには しなければいけないっていうところもあるんですが、あの結構プレッシャーがあってですね、毎週にしようかな、隔週にしようかなっていろいろ考えたんですが、まあもうせっかくだったら毎週を目標に水曜日、まあこの時間ですよね、毎週水曜日この時間から配信をしようかなっていうふうに思ってます。でですね、あの直近にあの発表のあったあのソニー商品、まあ、今回であればウォークマンが発表されてしまったので、まあ今回、これからゼロスタートなんですけれども、商品を紹介してさせていただいたりとか、まあ、私得意の、まあ、説明だとか、あとは、あの、買ってそのまま放置してるものがたくさんあるので、これの、あの、持ってきて、あの、開封動画をしたりとかですね。まあ、いわゆるもう YouTuber 的なやつですかね。YouTuber ではないんですけれども。そう、毎週ですよ。あの、皆さんは別にお付き合い、あの、本当はしていただきたいんですけども、一応形的には、毎週大丈夫ですよ、ってことは一応言っておきます。あのゲームですね。この前あのファミコン系のやつをちょっと実況させていただいたんですけども、そのゲームしたりとか、
あとは雑談ですよね。はい。あとは私の方のマニアック配信というところでさせていただこうかなというふうに思っております。これ毎週配信っていうところが重大発表にな、重大な企画発表っていうことになっております。はい。いや、どうやろう。できるかな。とりあえず水曜日、でね、例えば出張であるとか、お仕事が入ったときは、まあ、だいたい1週とか月単位で私って仕事動いてるので、だいたいもう来週は休みますとか言えると思うんですけれども、突発的な、お仕事が入ったときは、急に辞めることもあるかもしれませんけれども、それだけはすみません。ご承知おきをください。よろしくお願いいたします。いろいろね、伝えたいことがあるんですよね。まあ、今回その商品が発表されてしまったので、まあ、今回ちょっと置いておいて、鉄道ネタをね、早いことしなければいけないなっていうのが実はあります。3月のダイヤ改正、まあ、毎年の3月に JR はダイヤ改正をするんですけれども、それに伴ってああしといた方がいいですよ、こうしていった方がいいですよとか、まあ、いろいろまあお伝えしたいことがあったんですよ。それもだから早めにちょっとしていきます。例えば梅田の梅北って言われている地下の梅田駅が、大阪駅ができることによってなくなる鉄道風景とかもありますので、そのあたりもちょっとお伝えしていこうかなと思っておりました。まあ、これちょっと早打ちにやりたいと思っております。ということで今回はちょっと元に戻って、こちらですね、新型ウォークマンの発表のことをちょっとお伝えしようかなと思っています。いや、まさかね、まさかっていうか、まあ、1月11日って iPhone の誕生日なんですよ。111で。あ、ピーマメさん、こんばんは。毎週、週刊ですよ。ディアゴスティーンじゃないですか。でも、ディアゴスティーン途中で終わったりしますからね。急にお詫びとか言って。すいません、言ってしまった。ディアゴスティーンと大きい声で。そうなんです。習慣です。で、その習慣の初めては、新型ウォークマンの発表がありました。まさか相棒の誕生日にウォークマンの発表がありましたと。ZX ニューシリーズと A のニューシリーズっていうことになっています。これ皆さんもご存知でしたかね。今日の朝10時に発表があったんですけれども、今頑張っていろいろレビューを書いております。はい。すでに実機は触らせていただきました。写真等々もバッチリ撮っております。ただ今日の今日なので編集が全然できておらず、撮ったままの状態で入ってますので、なんか隠さなければいけないところもあるようなんですよ。その刻印がちょっとノットフォーセールとか貼られてるやつがあるんです。ここら辺ちょっとモザイクにしたりとかも必要かなと思ったので、ちょっと今日のところはお見せできないんですけれども、実機触っておりますので、またブログの方とかですね、あとホームページですね、ホームページを先に上げようと思ってますので、ホームページの方からまたこんなん上げましたよっていうのをご紹介しようかなと思っています。で、このウォークマンなんですけれども、ウォークマンってでもすごいですね。アップルがちょっとねやめちゃったじゃないですか。そういう中でもね、あの時相当苦しかったと思うんですけども、アップルがすごい高成績出た時なんかは、それでも頑張ってね、こう生き残ったりとかしてね。あ、これじゃない、これをこうしてか。ちょっと待ってね、これ。まずパワーポイント切らなければ、ウェブサイトは見れない。これを、これで、ペン全部切ってしまう。これでどこをお見せしたらいいかな。これか、こうか。はい、プレスリリースからいきましょうか。プレスリリース、フラッグシップの高音質技術を継承したストリーミング対応ウォークマン2シリーズ発売ということで、
プレスリリース下の方にこう書いてあります。これおなじみ、おなじみのっていうか、まあ、うちでおなじみの、ソニー JP のサイトなんですけれども、この場所にウォークマンのことが書かれています。で、発表されたのが ZX700 シリーズっていう名前の ZX707 っていう型番の商品と、NWA300 シリーズっていう商品。これはね、 A306 と307やったかな、確かそれ合ってたと思うんですけど、いわゆる A シリーズですね。306と307ですね。容量違いで 32GB モデルが306、あ、この話です。A307 の方は 64GB ということで、容量の大きく大きいモデルになってますっていうところです。はい、では ZX700 からなんですけれども、まあ、こちらがね、あの ZX シリーズっていうのが ZX、 あ、そうだ、ちょっと待ってくださいね。ZX シリーズ、実は私全部持ってまして、しかも全部あの放出せずに全部今でも聞いてたりするんですけれども、今日ね、前モデルの ZX の505だけちょっとね、家置いてきちゃったんで段取りしなかったんですけども、他のシリーズはね、一応なぜかあの会社で使うことが多いんで会社に置いてます。で、最初はですね、この ZX1、 こんなやつから始まってですね、この時のハイレゾに対応したんですね。まあソニーのハイレゾ元年みたいなもんですね、これがね。 ZX1 が出まして、続いて ZX2 ってなりました。こんな感じ。 ZX1 2 ですね。サイズね、結構ね、これ画面上では分かりにくいんですけど、結構こっちでかいです。 ZX2 かなりでかいです。で、SD カードスロットが、マイクロ SD カードスロットがつきまして、ぐらいか。まあ、筐体はでかくなりましたね。で、続いてが100。ケースを外すのはめんどくさいんで、外さないんですけど、100が出ました。これちっちゃくなったんですよ。この時ね、音質相当変わりました。筐体ってでかさな気すんねんけどな。それから ZX300 が出ます。で、この時にあのバランスですね、バランスとアンバランス両方のヘッドホンジャックがつきまして、これ100なんですけどね、これ100はストラップホールです。これこっち側はこんな感じで、まあ進化していったわけですよ。こうか、こうかな、こう、こんな感じで。で、この後に ZX505 っていうのが2019年かなに発売されて、もともと2013年発売なんです、 ZX1 が。で、5世代目を経て、新しい ZX707 っていうのが登場しましたっていうところです。ちなみに ZX1 になる前の、これなんだっけな、これソニーストア
専用色なんですけど、型番がね、反対側に書いてあるな。なんだっけ。あ、Z だ。Z シリーズがあったんですね。Z1070 っていうモデルです。はい。まあ、かっこいいっすね、ウォークマン。もう、え？何年前？ 10年以上前でこのデザインってやっぱ洒落てるなと思いますよね。かっこいいっすね、ウォークマン。で、よいしょ。で、いまだにやっぱり好きなのはこの ZX2 ですね。再生するとね、さーってノイズちょっと乗るんですけども、やっぱり筐体のでかさっていうかな、厚みっていうかな、なんか音に余裕があるんですよね、聞いてて。で、すごくアナログな感じでも聞けて、個人的にはこのアンバランスしかないのはちょっと残念なんですけども、非常に気に入ってる筐体です。はい。これ5つあるとね、やっぱ聞き比べできて面白いですよ。100とかはね、ZX シリーズでいいのって思うぐらい、ちょっとなんか荒々しいんですよね。ちょっと荒々しい。スピードがすごいんですけど、ドンってくるんですけども、なんか荒々しい。この ZX2 はもうすごく好きな音ですね。これも好みがありますよね、Z ね。私、ドンシャリ系が好きとかね、もっとナチュラルのが好きとか、いろいろありますから。はい。ということで、今回出てきたのが ZX707 で、こちらはですね、ウォークマンのフラッグシップモデルですね。WM1 シリーズも採用されている、うんちゃらかんちゃらって、まあ、要はパーツですね。そこら辺を、まあ、採用していると。なので、まあ、上位モデルのものを下位モデルに採用するっていうのはよくある、まあ、ソニーではよくある手っていうか手段なんですけれども、これ聞いた感じ、非常に、ZX らしくない音。もうめちゃくちゃ音良くなってました。その代わり値段もめちゃくちゃ上がりましたけども。10万円超えましたから。ZX の500っていくらだったんだろう。これを開けてますけど。あ、8万円か。だからまあでも上がってるっちゃ上がってるけど、まあまあこんなもんか。今の時勢を考えたら。あ、もうないですね。もう消えてました。はい。で、ZX500 に代わる後継として ZX700 が用意されましたと。で、特徴は先ほど言いました通り、どこだ？これか。フラッグシップモデル WM1 のパーツを一部用いて、しかも、これね、難しいんですよね、書いてることがね。DSD リマスタリングエンジンっていうのが、ソニー独自のアルゴリズムにより、元のデータ量を損なわず、すべての PC 音源を 11.2MHz 構造の DSD 信号に変換、楽曲のデータをうんたらかんたらってますけども、まあ、要はこの DSD リマスタリングエンジンっていうのを ZX シリーズで初めて搭載して、まあ、音質良くなってますよ。で、それを活かすために、WM1A のパーツを使って、良くなってますよっていうことになってます。で、サイズがかなり大きくなりましたので、やっぱり筐体が大きくなると、まあ、詰めるものもこんな風に大きなものが詰めるので、音質もアップしてるっていうところです。あとね、デザインがね、非常にいいですね。こういうデザインでね、角張ったデザインで。で、こちらは、11月27日の発売なんですけども、
27日からお店で展示を始めて、28日は体験会を実施しますので、よければぜひお越しください。で、もう一つの A シリーズなんですけれども、これね、ZX の方があまりにも音が進化しすぎてて良くなってたので、これも聞いたんですけども、って感じでしたね。良くなってるんですよ、すごく。ただね、ZX707 の上げ幅があまりにも巨大すぎたので、これ同時に聞くもんじゃないなと思いました。どっちから聞いたらいいんだろう、同時発売ってこれ。悩みどころなんですけどね。300から聞いた方が正解だったんかな。私はあの上位モデルから聞いちゃったんで、707の方から聞きましたから、ちょっと失敗したかもしれないですね、これ。間違いなく音は良くなってるんですよね。こういうね、あのハンドとかにもまでもこだわって作られたものなので、よくはなってたんですけれども、707がいかんせんあまりにも良すぎたんで、本当にちょっとかすんじゃったなってところですね。まあ、こちらもあの今、レビューをまとめてるんですけれども、その時の記憶を思い出して書くしかないんですが、ちょっと今辛いなと思ってます。もう少し手元にあったらよかったなと思うんですけど、まあ手元にソニーストアさんに聞きに行こうかな、もう一回。書く段階で。ちょっと困ってますけれども。で、先ほども ZX707 とこのウォークマン A300 シリーズには共通しているところもありまして、ですね、DSEE アルティメットっていう機能が搭載されてまして、これがですね、どこだったっけ、ごめんなさいね、うろうろして今日ちょっとバタバタだったんですね、そういうことで、これかこれだ、これだ。この DSEE アルティメットを搭載することによって、今までは有線接続時のみ、あらゆる音源を、ハイレゾ級の音質で楽しむことができたんですが、今回からは、DSEE アルティメットを積むことによって、でワイヤレス接続時でもハイレゾ級の、高音質で楽しむことができるということになりました。これがあの2機種共通での特徴になってます。あのね、下手すれば最近って Bluetooth の性能も良くなってますから、あのワイヤレスの方が音が悪いような印象するんじゃないですか。もうそうじゃなくて、最近はあのワイヤレスヘッドホンの方が音がよく感じることって結構あるんですよね。例えば WH1000X っていうヘッドホンがあるのですが、ワイヤレスヘッドホン、これですね、こういうやつ、これ有線でも聞けるようにケーブルはね、あの付属されてるんですけれども、どっか載ってなかったかな。あのバッテリーが、ね、なくなってもね、あの使えるっていうのが特徴なんですけど、こういうケーブルが付属してるんですけれども、これで聞くよりワイヤレスの方が音がいいんですよね。あ、もちろんあの出力側、古いスマートフォンとかだったら微妙かもしれないんですけども、新しいスマートフォンで聞いて、あの Bluetooth のバージョンがあの新しければ新しいほどやっぱり音もいいんですよ。なので、今回の A300 に関しては、普通のステレオジャックなので、まあ、ハイレゾ映像は楽しめるんですけども、アンバランスじゃないってところもあるので、まあ、Bluetooth ヘッドホンで楽しんだ方が音はいいのかなっていう気がしています。で、今回にこのハイレゾオーディオのところに、
ハイレズオーディオワイヤレスっていうこの、このロゴになりました。これが、DSE アルティメット搭載している、まあ、動く、まあ、これは、もしかしたら今だけかもしれないですけども、まあ、とりあえずこの2機種はこれに対応したということになってますね。でこちらも発売日は2022年の1月27日の金曜日に発売されます。お店の方の展示なんですけども、こちらの商品は、悩んでるんですが、多分置かないかもしれないです。すみません。ですね、なぜかっていうと、正直、この、まあこれ分からないですけどね、300シリーズだから、また別かもしれないですけども、もうあんまり低価格帯のね、ウォークマンがね、当店ではあんまり売れないんですよ。で、見に来られる方も非常にも少なくて、発売した当初は結構来られるんですけども、どちらかというと、この高級志向タイプの方。例えば、ウォークマンでウォークマンでやったらっていうか、フラッグシップモデルとか、この ZX の方が来られる方が多いので、こちらの方をちょっと展示しようかなっていうふうに思ってます。まあ、ソニーさんからね、ぜひとも置いてくださいっていうふうにちょっとお願いされたらまた考えるかもしれないですけども、結局ね、仕入れるの私らですからね、その展示機貸してくれるわけじゃないんで、そこら辺ちょっとシビアに行こうかなと思ってます。はい。というような、商品のご説明でした。で、今日はあとは、アイボエスプレッソエディションっていうのが発表されましたね。エスプレッソって黒なのかな？なんだこれ。これ。黒なのかな？エスプレッソブラック。尻尾まで黒なんだ。なんかブラウンの要素がないんですね。まあ、早いなぁ。アイボーもなんだかんだで5年目になるんですね。今日、久しぶりに、ちょっと今ね、うちの相棒ちゃん、光ちゃん、ちょっと、ね、休眠中なんで、久しぶりに起こしてあげようかなと思いました。なかなかね、忙しくてこう遊んであげる機会がなかなかないっていうのは言い訳かもしれないですけども。はい、っていうようなご案内でございました。で、で、最後にご紹介するのが、お得だぴょんキャンペーン、お得だぴょんキャンペーンですね。わ、ちっちゃい。ちょっと画面が小さくてごめんなさい。ですね、最大5000円のソニーストアクーポンが当たる、辛口なしのキャンペーンを1月14日土曜日から、始めます。こちらのくじはちょっと非常に少ないんですけれども、なくなり次第終了となります。ソニーストアで取り扱っているソニーストア、ソニー AV 商品1万円以上購入でご参加いただけますということで、これ毎年やってることと、あとはまあ秋とか冬とかのフェアの時にやっている企画なんですけれども、いつもなんですが、このシーズンは割引率がそれほど良くないので、このくじでやっているわけなんですけれども、今回のウォークマンでも使えます。1万円の購入で参加できますので、1万円のものを買っていただいたら、引くじ引きできて、5000円のクーポンが当たれば、実質5000円で買えてしまうっていう、その場で使えるっていうのが、ものすごく、この、くじのいいところですよね。次に来てくださいってやつあるじゃないですか。何月何日までに。あれ大体使い切れずに終わってしまうこと多いと思うんですけれども、
そうじゃなくてその場で使えますので非常にお得ですので、ぜひぜひこの機会にいろいろご検討くださいということでキャンペーンのお知らせでした。これはね、あの1月中が期限なんですよ、一応。ただ1月中持たないと思うんですが、来週は、水曜日ですから営業日としては、土火水なので3日では多分なくならないと思うんで、また来週も同じことをお伝えするかもしれません。おう、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと、ね、ごめんなさい、本当グタグタなっちゃって、もう少し今度はあの段取りをしていろいろやっていきたいと思います。あとちょっと皆様にちょっとご質問が、見ていただいている方々にちょっとご質問があるんですけれども、前回の配信、アルファ1357の方々で、に参加していただいて、トークショーさせていただいたんですけれども、なんかね、ホワイトバランスなのか、カメラの性能なのか、配信側のソフトなのか問題なのかちょっとわからないんですけれども、顔がめちゃくちゃ赤く映ってるっていう事象がありまして、今日どうですかね。どうですか。これ見てる限りでは大丈夫かなって気はするんですけれども、どうでしょう。あと画質、リアルタイム、これ回線状況にもよるかもしれないんですけども。若干こうノイズっぽい画面になってるとか、なんかコメントでなんかそんなことない普通ですよとか書いていただけたら非常に、あとで見直してみろって感じもするんですけれども、今なんか赤っぽかったらリアルタイムでちょっといっぱいいじってみようかなと思ってですが、完全に身内モードに入ってますけれども、あ、大丈夫ですか。 ありがとうございます。あ、おられたんですね。お疲れ様です。難しいですよね、環境ってね。こっちアップロードしてるので、ある一定の速度で上げてるんですけども、例えばマンションで、iPod では温かめ、あ、すいません、ありがとうございます。なんか視聴者数が増えてるの、それなんかな、端末が増えてる。iPad では温かめの色です。Xperia では白目。あー、なるほど。ラティーナと有機イエル。AK さん、OK、OK ですね。はい。見てるモニターにもよりますし、まあそうなんですよね。なんか前回の配信のやつ、なんであんな赤かったんかなっていう。なんか、高橋さんなんかもう完全に、ちょっとお酒入ってる人かなみたいな顔してましたしね。まあ今日とかは特に違和感なさそうですね。いや、実は、設定をね、その始まる前にちまちまいじってまして、大丈夫かなと思ったんで、この色でやらせていただいてます。ちょっとキョロキョロしてるのは、いろんなところでこう、ここに、エクスペリア空いてるじゃないですか。で、ここにバイオのモニターが、配信用のモニターがあって、で、こっち側には、ブラビアがデンって出て、今のスタジオ、この画面が映ってるんですよね。全部色が違うんですけども、まあなんとなくこの3つで綺麗に写ってるから大丈夫かなと思いながら、パソコンでは普通です。ありがとうございます。松浦さんパソコンね、多分これと一緒のやつです。ね、大丈夫そうですね。はい。ということで、来週何しましょうかね。聞くなよって。来週何しよう。来週、ああ、ずらっと待って。あ、サイコロなんですよ。サイコロ、サイコロ。JR のサイコロね。そうなんですよ。あれね、ちょっと待ってね。サイコロやりたいんですよ。サイコロやりたいんですが、
行ける日にちがね、実はあんまりないんですよ、私がね。これか。これいいですよね。加賀温泉、出雲市、湯田温泉、博多、1回5000円。これは安い。もう加賀温泉でも大当たり。あ、3名さんまで購入可能か。減ったな。これ前、もう少し多かった気するんですよね。家族4人で行けるとか、そんなあった気がするんですけど。ちょっとやりすぎたんか。前回。鉄旅お願いします。鉄旅、はい。基本鉄をちょっとね、求められる方が多いかもしれないですね。これが、期間がね、短い10日から、昨日からか。2月5日の日曜日まで。発売期間がこれで、利用期間2月14日の連続する3日間？ああ、そういうことか。泊まりやったりとか。どうしよう。2月。ちょっと待ってください。私のカレンダー見ますね。いけないんちゃうかな。なんか空いてなかった気がするんですよ。自分自身の予定は。次はダメでしょ。22、23も実はダメなんですよ、これ。28、29、30もダメなんだよ、これ。出かけるんです。5日もダメなんだ。どうしよう。ああ、10、11、10、いや、いつまでやったっけ。14日までか。人多いかな。あ、でも2月の12日、13日は行けそうだな。ここだね、行くとしたら。12、13まで空いてないんですよね、予定が。で、さらに19日もダメで、26日もダメです。2月の休み、だから空いてる日19日しかないですよね。なぜこんなに予定がたくさん入ってるかっていうと、いろいろ行くからです。そう、1ヶ月短いですよね。まあ、この後にダイヤ改正が控えてるってあるんですかね、もしかしたらね。で、旅行化支援もまた始まったじゃないですか。いいな、でもこれ。ちょっと予定考えてみます。予定がないと言いながらも、その12月の、これ23日とかあったらな、嬉しかったんけどな、天皇誕生日の日。11、12は世間的に連休で、うちは3連休いただけるんですよね、これね。13日。で、この3日間でね、実はその、お正月できなかったことをしようかなっていうふうに思ってまして、鉄道の中、西日本の乗り放題切符みたいなの買って、ちょっと3日間の旅に出ようかなと思ったんですが、お正月もそれ使おうと思ったんですけども、発売日が1週間前だったんですよね。発売日が1週間前っていうのを完全抜けてまして、天気も悪くなさそうだし、行こうっていうふうに、まあ、実家とかの兼ね合いもありますんで、いや、OK とか行けそうになったので、行こうと思ったら、実は1週間前に買わなければいけなかったっていうことで、すべてが水に流れたっていうのがお正月なんですけれども。それがね、その日に行こうかなと思ってたんですが、こっちにしようかな。うん。皆さん、引かれますか？
5000円でサイコロ。でもいいですよこれ、5000円でですか、片道2500円ですからね。ちょっとこれがちょっと変なんですけど、合ってんのかなこれ。湯田温泉ってもう少しこっちですよね。山口、出雲、まあ出雲ここなんでしょうけど、鎮守これにあるから。湯田温泉な、いいな。湯田温泉ってやっぱね、あの駅の横にあの大きい狐さんがいてるんですよね、白い。もうちょっと考えてみよう。まあ、来週はソニーネタがなければ、ソニーネタがなければ、あ、画面切り替え忘れてた。画面切り替え忘れて、なんか私が一人でブツブツ。これ。これね、湯田温泉の場所がちょっともう少し左じゃないかっていう話を今してたんですけども。旅はね、一回出るとこう癖になりますね。楽しくてね。ちょっと考えてみて、また来週やるかやらないか、来週決めます。うん。じゃあ来週鉄ネタでいきましょうか。はい。何かあのソニー商品とかありましたら、それはちょっと消えていくんですけども、なければ鉄ネタでいきたいと思います。はい。ちょうどですね、時間も50分ぐらい。いいですね、50分ぐらいが。明日、あの、まあちょっと今からまだお仕事せんとダメなんで、あの、先ほど言ってたそのウォークマンのレビュー記事を作ってるんですけれども、それをちょっとしてから、今日はね、帰りたいと思ってますので、このぐらいにしようかなと思っております。いかがでしたでしょうか。今日はあの、なんだろうな、これ、エピソード0みたいな感じですかね。なんか、かっこよく言うと、エピソード0みたいな感じですけれども。こんな感じで、ゆるくやっていきますので、また皆様、どうぞお付き合いください。はい。うん。なんだろうな、自分で終わるとか言いながら、この若干の物足りなさ。こうなんかこう疲弊していく感じが今のところないので、あのまあ終わろう。はい、ということで終わる準備をします。今晩ね、寒くなりますから皆様は気をつけてね、はい、お過ごしください。延長戦、そう、この場合はね、延長戦ってないんですよね。私があの終わらせるか終わらせないかだけなので、延長戦、あ、そうだ、延長戦じゃないですけども、そう、ウォーミングアップ資料今から買いって、どれだっけな、いろいろあったんだよ。あったんだよって誰に言ってるのかあれですけど、いろいろあったんですよ。ウォークマンさんが、ウォークマンさんが、ちょっと待ってね。今、見てるのが、1月1日の白浜の様子です。白良浜ですね、正確に言えば。あの、非常にあのいいお天気でした。
これでいいか。見やすいか。これでいこうかな。うん。こんな感じでね、お正月らしい感じの絵がね、すごく気持ちのいい空と一緒に撮れました。これ35ミリの G マスターと、7R5 か。7R5 のレビューを書くのに必死こいて、いろいろ作例を撮ってるんですけれども、なかなか、ああ、これじゃない。なかなかちょっと集まらなくて苦戦しております。これすごいですよね、やっぱりね。画素数高いとここまで見えるとかね、ありますよね。その話もまたおいおいしていきましょう。え、いいなですか。もう旅に出ましょう。今はね、本当に旅に出やすい時代になりました。切符も安いし、なんだかんだでお安く行けますからね。うん。特にJR の特急券なんかは非常に昔に比べたら安く乗れますから、いこかにある程度お金をチャージしておいて、あとはチケットレス特急券使えばかなり安くで気軽に、そうですね、1日1万円あれば関西圏だったら余裕で回れますので、結構ね、いいところまで行けますね。まあ時刻表とにらめっこするのも結構楽しいですし、ぜひぜひお出かけされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日はね、これで終わりたいと思います。本当に終わります。どこだ。はい、ということで皆様またもしよければ高評価ボタン、チャンネル登録等をお願いいたします。もうここ見ていただいている方はもうほぼされてるのかなと思うんですけれども、一応そうでない方もおられるかもしれないので一応言ってきます。あとですね、リマインダー登録とかしていただけると通知が届きますので、週刊佐藤寺始まりましても見逃しがございません。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、今年もっていうかな、来週もよろしくお願いいたします。では失礼します。さよなら。